日本愛知県岡崎市、岩津地区、鴨田本町鴨田本町は愛知県岡崎市、岩津地区の町名。定番を持たない単独町名である。岡崎市の北西部に位置する。鴨田本町は全州を鴨田町に囲まれている。2019年5月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移私立小中学校に 通う場合、学区は以下の通りとなる。ぬかた郡鴨田村の一部を前身とする。8世紀中頃に、ぬかた屋里の一つとして、鴨田号ができた。中世1467年、鴨田号に分立されていた松平氏、第四代松平地方が、伊田屋号戦で勝利した後戦死者を弔うため、伊田屋の地に念仏堂を建立し、千人塚を築いた。 最高寺は、岡崎観光キラリー百戦に千人塚は、指定史跡に、それぞれ選定されている。松平氏母大寺の大樹寺を混流したのも、松平地方だとされる。1560年桶狭間の戦いで敗れ、大田家城から敗走してきた、松平元康が大樹寺に逃げ込み、自害を図ろうとしたところ、住職の昇る誉れに悟されて思いとどまったと伝わる。 江戸時代には、大樹寺業及び、鴨田天満宮業となる、いいくぼ、体重実店東海工学、鴨田工場。ありがとうございます。